皆さんこんにちは。つくば市からのお知らせや身近な話題をお届けするつくば市広報タイム、今週も市民の皆さんのお役に立つホットな内容でお届けします。今週のつくば市ニュースは、12月11日日曜日につくばカピオサイバーダインアリーナで開催された第22回全日本ラート競技選手権大会決勝の模様。12月17日土曜日、高崎自然の森で行われたブルーベリー剪定講習会の模様。でははじめにつくば市ニュースです。全日本ラート競技選手権大会は、1995年から毎年開催されている国内最高峰の競技会で、今回は全国からおよそ100名の選手や関係者が一堂に会しました。ラート競技は2本の鉄製の輪を平行につないだ器具を使い、さまざまな体操を行う競技です。体操と同様に得点を競う採点競技で、直点、射点、跳躍の3つの種目別と3種目の合計得点を競う総合の部門があります。前日に3種目の予選が行われ、各種目とも成績上位6名とシード選手8名の合計14名が決勝に進みました。女子総合では堀口彩選手が初優勝、男子総合では高橋康彦選手が優勝し、全日本で5連覇を果たしました。今回の大会は、今年4月にオーストリアで開催される第8回世界チームカップラート競技選手権大会2017の選手選考も兼ねており、成績上位者は日本代表選手として出場します。1種目目で大きい失敗をしてしまって、2種目目も今回新しい挑戦をしたんですけど、なかなか点が伸びなくて、ちょっと総合は厳しいかなっていう気持ちだったんですけど、やっぱり自分の一番好きな直点はもうとにかく自分を信じて頑張ろうと思って頑張って、その結果総合優勝もついてきたので本当に嬉しいです。今までで一番嬉しいかなって思います。はい。それはまたどうして？そうですね、この前の世界選手権で個人総合で優勝できなくて、ちょっとこう自分の中で気持ちがちょっと切れてしまったところがあったんですけども、今回気持ちを新しくして臨もうと思っていたところだったので、こう連続っていうよりは今回が1回目くらいのイメージだったので、結構難しかったかなって思います。はい。12月17日土曜日、高崎自然の森でブルーベリー剪定講習会が開かれました。高崎自然の森の体験果樹園では、つくばの特産品であるブルーベリーが栽培されており、およそ200本のブルーベリーの木が植えられています。今回の講習会はこのブルーベリーの木を使用し、ブルーベリーを育て始めて 2,3 年の初心者を対象に開催されました。朝から寒い中、お集まりいただきましてありがとうございます。我々生産者、今ちょうど剪定している時期で、皆さんと一緒に今日も私らも勉強になりますので、一緒にやっていきたいと思います。剪定の講師は鈴木民夫さん。鈴木さんはブルーベリーの栽培を始めておよそ40年のベテランで、日本で初めてブルーベリーマイスターの認証を受けたブルーベリー生産の第一人者です。ブルーベリーはね、このように上ずっと伸びちゃうんですね、このように。だから剪定でね、このように横にこうに剥がしていくようにするといいですね。まず初めに参加者全員で剪定の基本的な方法を学びました。
剪定の初めにこの今つぼみを持ってますので、これが来年ですね実がなる枝なんですけれど、枝っていうか芽なんですけれど、この芽をですね目安に剪定していきます。花芽のない枝は再来年の収穫のために剪定することや、一つのつぼみで10粒ほどの実をつけること、また重なった枝は勢いがいい方の枝を残すことなどのポイントが説明されました。基本指導の後には参加者がグループに分かれ、実際に枝にハサミを入れました。参加者は熱心に説明を聞き、真剣に剪定に取り組んでいました。すごい良かったです。もう今までなんかデタラメっていうかそんな感じでやってたんで、今日は結構勉強になりました。ハサミの使い方とかも詳しく教えてもらって、本当に目から鱗っていう感じで良かったです、はい、皆さんこんにちは。つくば市からのお知らせや身近な話題をお届けするつくば市広報タイム、今週も市民の皆さんのお役に立つホットな内容でお届けします。今週のつくば市ニュースは、12月18日日曜日に大保交流センターで開催された小児乳児救命講習の模様、12月22日木曜日つくば交流センターで行われた調理講習会、うまみ香りを生かして節縁ご飯の模様。では初めにつくば市ニュースです。救命講習は突然心臓や呼吸が止まった時に、救急隊が到着するまでの間に周りにいる人たちが行う救命処置を学ぶための講習です。この日は小さな子どもや赤ちゃんの救命処置について行われ、およそ20名の参加者が講習を受けました。講習では心肺蘇生と AED の使い方を学びました。心肺蘇生は胸を強く圧迫する胸骨圧迫と、口から肺に息を吹き込む人工呼吸によって心拍と呼吸が止まってしまった際に血流の循環と酸素供給を補助する方法です。呼吸の確認、いいですよ。呼吸がない、はい、呼吸ありません、はい、それは座った方だけです。はい、ありがとうございます。指だけが進んで、指だけがちゃんと上下に、どうぞ、箇所を、1秒に1回ふー、それを2回ですね、ふーふー入れたら、それが1サイクル、大丈夫。気道確保して、こっちの手でもおでこ持って、こっちの手で顎持って、そのままクイッて、そうです。もうちょっと強くいっちゃっていいですよ。 AED は心臓の状態を調べ、電気ショックが必要かを自動的に判断し、音声メッセージで指示します。ボタンを押してください。はい、そしたら最後に、はい、ショップが完了しました。はい、確認していただいて、はい、誰も触ってません。ショップが完了しました。そしたらば、1時10段中です。必要なら心臓マッサージと人工呼吸をしてください。この日の参加者は小さな子供を持つ母親が多く、熱心にメモを取る姿が見受けられました。すごく分かりやすく実演しながら教えていただきました、はいはい、何かあった時に少しでも冷静に対応できたらいいなというふうに思います。そうですね、やっぱりパニックになってしまうとできないと思うので、まずは周囲のことも確認しながら冷静に対応したいと思います。12月22日木曜日、つくば交流センターで調理講習会、うまみ香りを生かして節縁ご飯が開かれました。市では生活の中で実践できる食育をスローガンに食育を推進しています。食育普及講座として調理講習会を年に数回開催しています。まず食塩摂取量のチェックや食事のポイントについて講話があり、
1日の食塩摂取量の目安は、成人男性は8グラム未満、成人女性は7グラム未満、血圧が心配な方は6グラム未満などといった具体的な摂取量を学びました。前は特に日本の寒い東北の地方ではもう1日20グラムを超えるような塩分を取っていたという時代があったんですね。高血圧とかそれからに伴う脳出血とか心筋梗塞に関わっているので、でもそれでもやっぱりこの基準はまだ達成できてなくて、みんな10グラムは超えてしまっているという現状があります。また減塩献立のポイントでは、和食は醤油や味噌など塩分の多い調味料を使うので工夫がいることや、洋風の料理を一品入れることで塩分を減らすことができるなどの説明がされました。洋風のお料理を献立に一皿取り入れていただくことで、だいたい塩分も、ね、0.8 グラムから1グラムぐらい減らすことができるので、こういったポイントもすごくおすすめですね。講話の後には参加者がグループに分かれ、減塩の工夫がされた献立を実際に調理しました。結構つくば市は高血圧を罹患されている方が多いので、やはり減塩を普段から気をつけていただきたいなと思います。そうですね、やっぱ実際皆さん話を聞くだけではなくって、こう調理をしていただくことで、こう実際家庭で調理をする時の工夫点ですとか、こんなレパートリーも増えたわというような声をいただいています。買い物の時はなるべく減塩って書いてあるものを選んで、あとはちょっと塩あんまり入れないようにするぐらいで、でも具体的にこういくつまで食べていいっていうのを知らなかったんで勉強になりました。ちょっとおばあちゃんが高血圧で、もしこういうのができたらいいなと思います。私もレシピとかに書いてある塩分量とかはなるべくこう醤油の量とか調味料は少なめにはしてるんですけども、今日はこちらにお邪魔して、やっぱりこう試食させてもらうと、随分自分の料理はしょっぱいというか味が濃いなというのが非常に分かって、気づきになりました。つくば市からのお知らせや身近な話題をお届けするつくば市広報タイム、今週も市民の皆さんの役に立つホットな内容でお届けします。今週のつくば市ニュースは、12月24日土曜日にビビつくば2階にある交流サロンで開催された、親子で科学実験工作、ペットボトルを繊維にしてリサイクルしようの模様。12月29日木曜日、ノバホールで開催された第11回つくばで大工公演の模様。では初めにつくば市ニュースです。親子で科学実験工作は夏休みに開催されて好評だったことから、10月から毎月第4土曜日に開催されることになった講座です。今回の講座では、まずプラスチックは非常によくリサイクルされているものであることや、身近にある卵のパックやペットボトルはリサイクルの優等生であることが解説されました。こういうパックね、こういうパックとか、あるいはこういうペットボトル、これは非常にリサイクルの、優等生というふうになっているぐらいよくリサイクルされています。ポリエチレンやポリスチレン、ポリプロピレンなどのプラスチックは加熱すると糸のように細い繊維になります。それと同じ原理でザラメを加熱することによってできる綿菓子を作り、熱を加えると繊維状になる様子を観察しました。このぐらい細い繊維がこういうプラスチックをやった時にできるというと、これと同じようにペットボトルも細かくして加熱すると溶けて柔らかくなる。工作では発泡ポリスチレンに絵や文字を書いてスタンプを作りました。発泡ポリスチレンは 95% 以上が空気でできており、洗濯のりに色をつけたものを使って絵や文字を書いて熱で炙ると、洗濯のりが熱を吸収し発泡ポリスチレンの空気が抜けるのを防いで文字や絵が浮き出てきます。
子どもたちは思い思いの模様を描き、スタンプ作りをしました。講座の最後には、発泡ポリスチレンの量を小さくする実験を行い、溶剤によって発泡ポリスチレンが溶けていく様子を観察しました。決してなくなってるわけじゃないんです。楽しかった。何が楽しかった？これハンコ作りとか、綿菓子作る。ハンコ作りで、一瞬でへこんだところとかができました。参加した親子は、科学の不思議とリサイクルについて楽しく学びました。12月29日木曜日、ノバホールで第11回つくばで大工公演が開催されました。つくばで大工は2006年から公演を重ね、今回で11回目となりました。前半のプログラムでは、つくば市出身のピアニスト中野翔太氏を迎え、ベートーベンピアノ協奏曲第3番の演奏が行われました。後半は城谷正浩氏の指揮のもと、第一線で活躍されているソリスト4名と、特別編成されたつくばで大工オーケストラ、そしてつくばで大工合唱団によるベートーベン交響曲第9番が演奏されました。つくばで大工合唱団はおよそ130名による市民合唱団で、この公演のために一般公募によって結成されました。つくば市内を中心に県南の広い地域から参加者が集まり、年齢構成も中学生から84歳までと幅広いことが特徴です。昨年7月から8月にかけて行われた初心者練習を含め、市内の交流センターや市民ホールで30回近くの練習を重ねてきました。ソリストと合唱団による年末の調べがノバホールいっぱいに響き渡り、観客を魅了しました。皆さんこんにちは。つくば市からのお知らせや身近な話題をお届けするつくば市広報タイム、今週も市民の皆さんのお役に立つホットな内容でお届けします。今週のつくば市ニュースは、12月27日火曜日、市民研修センターで開かれた季節の花アレンジ講座の模様。1月8日日曜日、つくばカピオサイバーダインアリーナで開催された平成29年つくば市成人の集いの模様。でははじめにつくば市ニュースです。この講座はつくば市社会福祉協議会の主催で開かれました。この日は年末ということもあり、お正月に飾る生け花の講座が行われました。たくさんの申し込みがあり、定員を上回る16名が受講しました。よろしくお願いします。稲葉でございます。たくさんの応募いただきまして、ちょっとびっくりしちゃったんですが、それでも花と遊ぶんだったら何人いても大丈夫だよっていうことでお受けすることにしました。ありがとうございました。今日はよろしくお願いいたします。今回使用した花材は松、百合、南天、菊、銀柳でした。
松は真冬でも葉を落とさないことから長寿と健康のシンボル。南天は難を転ずるという意味があるなど、新年にふさわしい縁起の良いものが取り揃えられました。松ってこうなってこうなりますよね。そしたらこうなってこう立てるんじゃなくて、あの人もこういうふうに見たら素敵ってなるじゃないですか。そういうふうに立ててください。こういうふうに立てたんではちょっとあんまり綺麗じゃないけど、こう立てたら綺麗ってなりますよね。そういうふうに立ててください。あのね、ユリをどういうふうに使うかで、あのすごい豪華になる人もいれば、っていう人もいるので、ここで切って1本で、これを下で切ってこの花をちょっと高めに、上で切ったものを下に入れたらこう豪華にできると思うんです。講座では講師の稲葉さんが丁寧に一人一人に声をかけ、受講者はアドバイスを受けながら華やかにお正月を迎えようと思い思いに花を生けていました。あんまりこう斜めに入れすぎてんじゃないかな。同じ花材を使用していても受講者それぞれの個性が光り、お正月の晴れやかな雰囲気を盛り上げるアレンジが仕上がりました。今日やられてみていかがでしたか？あ、よかったです。とても優しい先生で、すごくあのよかったな、これでお正月来られるかなって。今日生けたお花はどちらに飾られる予定ですか？玄関に堂々と私が生けてきたよって帰りたいなと思うんですけれども、自慢に。1月8日日曜日、つくばカピオサイバーダインアリーナで平成29年つくば市成人の集いが開催されました。つくば市の今年の新成人は2628人余り。会場には華やかな晴れ着やスーツ姿の新成人1624人が集まりました。第1部の式典では実行委員長による誓いの言葉があり、つくばに生まれ今成人を迎えられることを非常に誇らしく思いますと述べ、またこれから日本の社会を担う一員として多くの人のために責任と自覚を胸に精進してまいりたいと思いますと新成人としての決意を表しました。続いて五十嵐達夫市長が新成人に贈る言葉を述べました。元気ですか？元気ですか？五十嵐市長はいつの時代でも世界を変えていくのは若い世代の情熱、発想、そして行動です。チャンスと思えば果敢に挑戦し、ピンチになればそこに向き合い乗り越えていっていただきたいと思いますと新成人を激励しました。来賓祝辞では石井啓一国土交通大臣が目の前の課題や目標に向かって挑戦をしていってほしいと話しました。第2部では和太鼓ユニットミュージンによる和太鼓パフォーマンスや叫べあの時の秘密と題し新成人の主張が行われました。どんな大人になりたいですか？そうですね、とりあえず自分の責任はちゃんと果たせるような大人になりたいですね。私は仕事きちんとして今まで以上にちゃんと社会人として一人前になれるように頑張るんです。そうですね、まあ、今までお父さんお母さんにたくさん、愛情だったり勇気をたくさんもらってきたので、これからはまあ少しずつ返せるようなそんな大人になっていきたいです。
そうですね、これからは周りの方々に恩返しできるようにしっかり生きていきたいと思います。皆さんこんにちは。つくば市からのお知らせや身近な話題をお届けするつくば市広報タイム、今週も市民の皆さんのお役に立つホットな内容でお届けします。今週のつくば市ニュースは1月8日日曜日に開催されたつくばウォークの日の模様、1月9日月曜日に市民ホール矢田部で開催された平成29年つくば市消防団出初め式の模様。でははじめにつくば市ニュースです。つくばウォークの日は市民の健康増進を目的に定期的に開催されている健康ウォーキングイベントです。予約不要、参加無料で誰でも気軽に参加することができます。この日の朝の気温は5度以下で雨が心配された天候にもかかわらず、集合時間前から多くの参加者が集まりました。これは生活習慣病の予防ですね、それから介護予防を主な目的としてやっております。大体もう8年間ぐらいやっております。で毎月、第1日曜日を、ウォークの日ということで、スローガンにしまして、参加をいただいておりまして、平日も2回やっておりまして、年間は大体15回ぐらいやっているところでございます。まずは準備体操をして体をほぐします。準備体操の後はウォーキングスタート。足取りも軽快にスタートしました。この日のコースは中央公園をスタートゴール地点としたおよそ9キロのコース。中央公園をスタートし、ペデストリアンデッキを北へ進み、松見公園、百合の木通りから平塚通りへ出て国土地理院へ。国土地理院からは学園西大通りを南に進み、春日三丁目交差点を経由して筑波大学附属病院前、松見公園、ペデストリアンデッキを通り中央公園へ戻りました。もう少しだよ。頑張ります。頑張った。ゴールまで行きます。はい、頑張ってね。バイバイ。頑張って。9キロのコースはおよそ2時間15分でゴールの中央公園に到着し、ゴールした後にはお楽しみ抽選会も行われました。知名度も結構上がっておりまして、毎回継続で参加されている方が大体半分ぐらいいるんじゃないかなと思っておりまして、これから皆さんが積極的に参加できるような素晴らしいコースを見つけてですね、やっていきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。9キロ初めて歩けたんでね、次は自信になりましたね。10キロぐらい行けるかなみたいなね。行けます。そんな感じで、はい、とても楽しく歩けました。おかげさまで、今回のつくばウォークの日の参加者は174名で、幼児から80歳を超えるご高齢の方まで、多くの市民が新春のウォーキングを楽しみました。1月9日月曜日、市民ホール矢田部で平成29年つくば市消防団出初め式が開催されました。消防団出初め式は防災の意識を向上し、市民の安全を守る消防団の士気を高めることを目的として毎年開催されています。つくば市消防団では7師団48分団およそ1100名の団員が活動しています。式の冒頭ではつくば市消防団澤部実団長が登壇し、いつどこで災害が発生するかわからない時代となり、より一層の強い団結のもと、さらなる精進を重ね、今後に生かしていかなければなりませんと式辞を述べました。私たちはより一層強い団結のもと、さらなる精進を積み重ね、今後に生かしていかなければ
ありません。市長挨拶では五十嵐達夫市長がまず消防団の日頃の尽力に対して感謝の意を述べ、今後は想定外を想定して防災の体制を築いていく必要があると話しました。防災の体制を築いていく必要が必ずあるわけです。そういった中で皆様の力こそがまさにその地域の防災力を高めていく、その根源であると考えております。表彰並びに表彰伝達では優良分団の表彰や永年勤続功労賞などの授与が行われました。範とするところであります。よってここに表彰します。平成29年1月9日つくば市長五十嵐達夫。また表彰では秋季火災予防運動防火ポスターの表彰も合わせて行われ、入賞した小中学生が壇上に上がり表彰状を授与されました。終了後には、つくば鳶職組合によるまといと木遣りの披露、最後にはしご乗りが披露され、次々とはしごの上で行われる技に、会場からは歓声と拍手が起こりました。つくば市広報タイムでは、これからも市民の皆さんの暮らしに役立つ情報をお送りしますので、ご期待ください。 ACCS 神原千恵がお伝えしました。